ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。よし、今回は SCP-416 の紹介だ。いつも通り、画面を見ていれば大体理解できると思うので、軽い感じでご視聴くださいだぜ。よろしくね。じゃあ、始めるぞ。アイテム番号、SCP-416。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル。現在までに SCP-416 の正確な境界線は判明していません。そのため現在財団は、政府の協力のもと、その周囲への民間人の立ち入りを制限し、周囲 5km を飛行禁止区域に指定することにより暫定的な収容を実行しています。説明。SCP-416 は、の、北部、に位置する森林地帯です。これまでに行われた調査により、その領域は絶えず変化している可能性が示唆されており、その正確な境界は現在までに判明していないものの、北緯、度、分、西経、度、分付近が領域の中心であると推定されています。SCP-416 の内部には顕著な空間異常が観測され、その境界を越え地上から内部に侵入した場合、どのような手段を用いた場合においても、自力により外部へ脱出することが不可能になるとの異常性が確認されています。これまでの実験に用いられた被験者のうち、地上から SCP-416 に侵入した後に脱出に成功した例は、財団の航空捜索チームにより発見された後に、空路により脱出した人物のみとなっています。また、SCP-416 の内部に侵入したすべての被験者は、SCP-416 内は常にノームが立ち込めていたと証言しているものの、人工衛星を用いた観測では、霧や霞の類は一切確認されないことが判明しています。上空より SCP-416 を観察した場合、その領域内には周囲の森林と同様の針葉樹林が観測されるものの、地上より SCP-416 内に侵入した場合、領域内にはジョシュアの木やグランディディエバオバブ、ゴレマイパイン、マンチニールの木など、周囲の森林に自生するものとは異なる多種多様な樹木が観測されます。これらの樹木がどのように電波し繁殖したのかについては、現在までに判明していません。また、これまでに行われた調査により、SCP-416 内には動物や昆虫、菌類の類が一切生息していないことが確認されています。探索記録。年。月。日、現在 SCP-416 に指定されているエリアにおいて、突発型地震が発生したとの報告がなされました。現場職員により、SCP-416 内に地形の変化が確認されたことから、GPS トラッカーを装備した D クラス職員を用いた侵入調査の実施が決定し、被験者に選定された D クラス職員には、徒歩による SCP-416 全域の調査が命じられました。内部に侵入した被験者には、可能な限り一定の速度で歩くよう指示がなされていたものの、SCP-416 の中心部と推定される座標に接近するにつれ、外部より観測される被験者の移動速度には低下が確認され、最終的に、震源地と目される地点に接近することは不可能であるとの判断が下されました。調査終了後に回収された被験者は、地震は目的地を目指し歩みを進め続けたものの、一向に目的地に到着することはなく、SCP-416 自体が無限の広がりを持つ空間なのではないかと錯覚するほどであったと証言しています。SCP-416 内に長時間滞在することになった被験者は、うつ病や心的外傷後ストレス障害、緊張症や幻覚など、広範にわたる精神疾患を患うこととなりました。異想期科学的分析。SCP-416 に関連する地形異常の分析を担当した物理学チームは、SCP-416 が6次元のカラビアウタ様体と、地球表面との3次元的交差点であるとの仮説を立てています。ここで言われている6次元のカラビアウタ様体とは、物理学の理論の一つである超弦理論において提起されている、余剰次元のことを指していると思われるが、投稿者の知識では簡単に説明することができないため、現在の科学技術では観測することのできない仮説上の次元が、3次元空間と干渉している場が、SCP-416 であると考えられていると理解してくれだぜ。現在、一連の地形異常は SCP-416 の中心に存在する任意の物体により引き起こされていると考えられているものの、どのような力が交差を維持し続けているのかについては判明しておらず、現在も調査が継続されています。ホイ4-5。現在、SCP-416 を移動可能な政府クラスオブジェクト及び、ユークリッドクラスオブジェクトの収容に利用する案が検討されており、特に、の収容に関し、有効性の調査が行われています。報告書の紹介は以上だ。
領域内において発生する空間異常の影響により、地上より侵入した存在が外部へと脱出することが不可能になる性質を有する。形状や面積を絶えず変化させ続ける森林地帯、ということね。ああ、それで大体合ってるぜ。異常性の源と考えられている中心部には、未知の作用により接近することができず、その形状変化や異常性の抑制にも成功していないものの、これまでに領域の極端な拡大などは観測されていないことから、暫定的にではあるが、収容は安定しているということのようだな。そうみたいね。領域内に持ち込まれた GPS トラッカーや通信機器は正常に機能するようだし、上空からであれば内部に侵入した人物を救助することも可能みたいだから、異常性を認識している限りにおいてはそこまで危険性は高くないオブジェクトということかしらね。ああ、そのようだな。外部から観察した場合と内部から観察した場合に観測される、植生や農務の際に関する調査も、意外と安全に行うことができそうだが、空間異常事態に関する調査は相当に困難なものになりそうだな。では、今回の紹介はここまでにしよう。これからも地道に SCP の紹介をしていくので、よろしければお付き合いくださいだぜ。ではでは。ご視聴、ありがとうございました。